ゃんこれ。着こなせる。似合う。うん似合う。ね、えめちゃくちゃ似合う。ね、でもこれ袖なくない？え、似合いそう。あ、似合いそう。これも可愛いよ。やばい。そう、なんでだろうね。結局こういうの。あ、似合う。似合います。そう、この色だけで言ったら結構よ。結構持ってる。なんかブティックみたいな感じなんだけど、ちょっと可愛い。可愛いらしい。じゃあ、よいちちょっと探索する。入り口あっちかな。そうね。そこから始まってる。まあ一周ここしてみようよ。あれ、昨日ガイドブックにここ何がいいって書いてあったかな。見たら思い出すかも。こういう宿で、やはり並んでるとおいしい。オッケー。前に先生には別ができるので、あ、ネギ餅だ。台湾バジル。こっちかな。これがスタートだね、多分。ここになりそう。うん。イエス。ファッションフルーツキー超も見て。これ伊達さんの好きなやつじゃん。美味しそうよ。あ、本当だ。さあ、メニューがこちらです。どれですか？百香るさん、はい、これは、あ、これこれ、あ、桃、百桃って書いてるじゃん。あ、これだ。新鍋好きやろ。軽いパッションフルーツって書いてある。軽くないやつがいいんだけど、あれも気になる。あ、そういうこと。さっき見てたんだけど、このバブルがさ、タピオカティーは透明のタピオカなんだ。パッションフルーツ、うまい。シュデオハオ、シュデリモン。あー、シェ。あ、これ王道だって。おすすめとかだな。 What's your recommendation? レコメンデーション。あ、50? OK、 50 OK。 そもそも冷たいから cold? Is it cold without ice? You want without ice? Cold. It's cold? Yeah. OK。冷たい。あ、じゃあノーアイス。はい、全然。美味しいね。美味しい。今不安になってる。なんで？台湾人って甘いじゃん。甘い。そう。で、今甘さどうするって言われて、ハーフの甘さが我々が思ってる甘さ倍ぐらいあるみたいな。いやー。不安だもん。あり得る。あり得るでしょ。あり得る。心配。心配。レモン酸姉妹って何か。あー、やば。みんなほら、いつもやりますよ。え、ちょっと待って、めっちゃ多い。やば、これ150円ぐらい。やば、いきまーす。えい、うまい。いきまーす。ちょうどいい。あ、よかった。すごく軽くて美味しい。よかった。これ、良い市回るのにちょうどいい。美味しい？うん。めっちゃ美味しい。さっぱり。さっぱり。本当すごい。よかった。パパよく見たら、ここにミルクシュガーやっぱり。シュガーが。
とスープがさっぱりでめっちゃいい。うん、あ、さっぱり、おいしいおいしい。パッションフルーツってこんな味なんだ。そうそう、爽やかだよね、パッションってね。私パッションフルーツ好きなの。いや、私も好き。じゃあジャム買ったって言ってた。買った、あ、よかったね、その甘さ。50でいいね。これハーフ、いつも30か0しちゃうから、うん、これぐらいでいいのかな。あー、いや、これさ、日本で売ってほしい、縁日とかで。ほんまにうまいもん。鴨肉丸はね、鴨肉の団子が入ったスープ。ほぉトウモロコシもね、いつも食べたいと思ってね。あれすごいよね、機械が勝手に焼いてくれるの。確かに、もう待つだけ、ここのラーメンって感じ。台湾のなんか、はい、ワンタンラーメンスープ、ワンタンスープ、ワンタンスープ、ワンタンビーフン。あ、ビーフン、すごい、みんな食べてる。そこに絶対ないよ。フルーツかどっちか。あ、なんかここ100均っぽい匂いがすると思う。あ、でも49元、全部49元。かな。